オデッタ。オデッタ、ホームズ、オデッタ・ホームズ、1930年12月31日から2008年12月2日は、アフリカ系アメリカ人のフォーク歌手、女優、ギタリスト、作詞作曲家及び人権運動家である。しばしば、ザ・ボイス・オブ・ザ・シビル・ライツ・ムーブメントと呼ばれた。日本では、オデッタ・ゴードンという名前でも知られている。オデッタは、 アラバマ州バーミングハムで生まれ、カリフォルニア州ロサンゼルスで幼少期を過ごした。ロサンゼルス私立大学で音楽を勉強した。13歳からのオペラのトレーニングをした。1944年、ハリウッドでエルザランチェスターラとミュージカルのアンサンブルメンバーとして4年間、働い。1949年にはミュージカルフィニアンの2次の全米公演に参加している。 フィニアンの虹のツアーで、オデッタ曰くサンフランシスコで、若手のバラード歌手グループと親しくなって1950年以降は、フォークソングを歌うようになった。そして、ニューヨークやサンフランシスコなど、アメリカ中のナイトクラブで演奏し、オデッタは有名になっていった。そして、ラリー・モアという歌手とフォークデュオ、オデッタラリーをなし、1954年に、 ファンタジーレコードからレコードを出した。その後は、ソロ歌手として、キャリアを積み、アルバム、オデッタ・シンス・バラズ・アンド・ブルーズ、1956年、AT ・ザ・ゲート・オブ・ホーン、1957年を発表、1963年の、オデッタ・シンス・フォルク・ソングスはその年最も売れた、フォークアルバムとなった。1五十九年には、全米で放送された、テレビ番組、 トゥナイトウィズ・ベラ・フォンテに出演し、オデッタは、ウォーターボーイを歌い、さらにハリー・ベラ・フォンテと、バケツに、アナガ、オデュエットで歌った。1961年に、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアがオデッタを、アメリカンフォークミュージックの女王と呼んだ。同年、ハリー・ベラ・フォンテとの、バケツに、アナガ、が、前衛、シングルチャットで32位を記録した。さらに、 1963年のワシントン大行進で、オーフリーダムを歌っている。オデッタは、人種差別撤廃の市民運動には、非常に大きな指摘活動の一つとして関与している。オデッタは、音楽の範囲を広げて、ソロからバンドへ転換して、ジャズのスタイルに近づき、オデッタザ・ブルーズ、1962年、オデッタ、1967年を発表した。 1968年には、ウディガスリーメモリアルコンサートで印象的な演奏を行った。音楽活動と並行して映画への出演も行っており、シネラマホリデー、1955年や、ウィリアム・フォークナー原作の、サンクチュアリ、1961年、ミス・ジェーン・ピットマン物語、1974年に出演している。 1976年にはオペラ、喜びあれ、アメリカに出演した。その後オデッタは1977年から1997年までの20年間で、アルバムを2枚しか発表しなかった、ムービン、イットオン、クリスマススピリッチルズ。1998年から積極的に音楽活動を再開し、友人のエラ・フィッツ・ジェラルドに捧げた、2エラ。 1998年、グラミー賞、ベストトラディショナル、ブルースアルバムに、ノミネートされた、ビューズエブリウェアイゴー。1999年、レッドベリーをカバーした、ラーキングフォー、エイホーム。2001年、再度グラミー賞に、ノミネートされた、ガナレット・イット・シャイン。2005年を発表した。1999年9月29日、ビル・クリントン大統領よりに、 文化功労賞ともいえるナショナルメダルオブアートを授与された。2005年にはアメリカ議会図書館よりリビングレジェンドワード生きた伝説賞を授与された。2008年夏77歳にてオデッタは北米ツアーをはじめ車椅子で歌った。最後の大きなコンサートは同年10月4日のサンフランシスコのゴールデンゲートパークでのフェスティバルへの出演だ。 10月25日にトロントでの演奏が最後の演奏である。2008年11月、オデッタは体調を崩しニューヨークの病院で治療を受け始めた。2009年1月20日のバラック・オバマ大統領の就任式で演奏することをオデッタは願っていたが、2008年12月2日はニューヨークで死去した。2009年2月、 ニューヨークでオデッタの追悼式が行われた。マヤ・アンジェロや、ピート・シーガー、ハリー・ベラ・フォンテ、ジェフリー・ホールダー、スティーブ・アール、スウィート・ハニー・イン・ザ・ロック、ピーター・ヤロー、トム・チェイピン・ラガサン・デッシュ、タビス・スマイリーとジョーン・バイズが参事をビデオテープから送った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。